はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。レゴマインクラフトザ・ケイブです。はい、以前ですね、このレゴマインクラフトザ・ファーストナイトっていうのを作りましたけれども、今回ですね、それに引き続いてこちらのザ・ケイブ、これを作っていきましょうね。はい、前回のザ・ファーストナイトを作った時に、マインクラフトの実況やったら見ますかっていうふうに質問したところですね、見たいっていうですね、コメントをね、たくさんいただきまして、なので、マインクラフトの実況を始めました。はい、1番だね。そう、この辺に、カード出てると思いますけどね、はい、ご覧になっていただければと思いますね。はい、説明欄の方にリンク貼っておきますね。はい、で、今回はですね、ザ・ケイブですね。今回出てきたミニフィグはこちらのスティーブとゾンビとスパイダーだね。この3種類です。特に洞窟の中にいるやつらだよね。そしてこのようなブロックもついてきてますね。これ TNT でしょ？これがなんだろうね、これ。鉄？これが石炭？これなんだろうね。これレッドストーンだよね。これなんかわかんない、ちょっと。そっちが鉄なんじゃない？こっちが鉄かな？じゃあこれ金色なのは何なんだろう？多分、何だね。金じゃないよね。何だろうね、これ、ね。金じゃない？金かな？この辺はね、うちらもあんまり掘り進んでないっていうか、わかんない、本当にね。でですね、早速開けて作っていきましょう。はい、ということで完成しました。こちらがザ・ケイブだね。はい、こんな感じでございますね。いろいろあるね。こちら側が外で土とかがあるけども、いきなりここに石炭があるね。で、 TNT 爆弾がここにありますね。それで、洞窟の中に入ると、溶岩があります。それで湖もあるね。この黒いブロックはさ、黒曜石だね。これね、水と溶岩が触れてできた石だね。はい、そういうこと。で、ここが溶岩流れてるね、上からね、ドボドボドボって流れて下に落ちてます。で、ここはしごはこれ多分スティーブが作ったのかな。で、上に、一応ですね、チェストがあって中にパンがあるね。で、ここにゾンビがいる。そうだね、ゾンビいるね。チェストの中には一応パンが入ってて、あと鉄のつるはし、鉄か石かどっちかわかんないけど、つるはしが入ってますね。それとバケツ、これは水が入っております。バケツは今水入れてるけど、ここのこれ、こいつ、溶岩を入れることもできますね。ちょっと入れてみようか。入れてみる？これ水を取り外して、ここら辺に置いておくよ。溶岩を入れます。はい、これだね。はい、これで完成。溶岩入れた感じだね。これでもやっちゃうんだよ、溶岩入れたバケツで。で、ですね、上にここに松明ね、あるね。ここにも松明があります。ただ奥の方には松明がないので、この辺あれだね、ゾンビ湧いちゃう系だね、これね。奥の方にですね、レッドストーンはね、あとこれ鉄かな、がある感じでございます。これも鉄がね。はい、なかなかいいね。世界観やっぱ出てるな。ちなみにこの上はね、簡単に外れるようになっておりまして、外してみようか。よいしょ、こんな感じ、こんな感じで外れるようになっております。はい、そしてこちらがミニフィグのスティーブですね。今回は石のつるはしを持ってます。これ石だよね、鉄かな。鉄じゃない、これピカピカしてるし。そうだね、もしかしたら鉄かもしれないね。この辺の説明を全く書いてないから、なんかわかんないんだよな。はい、そしてこちらがゾンビだね。ゾンビはこうやって手を挙げて、そしてこれがスパイダー、雲だね。これがね、意外とよくできてるなと思ったのが、こう足がね、こう開くパーツ、よくレゴで見かけるやつなんだけど、これを足にしてるんだよね。これなかなかいいね。雲っぽい。こうやってね、雲が糸で上に上がる時とか、あるいは歩いてる時とかできちゃうわけだね。これいいよね。いよいよ冒険に出発だぞ。グッザン、確か洞窟はあっちだったな。よいしょ。わあ、入り口にいきなり爆弾があるよ。だいぶ中入ってきたな。お、溶岩がある。確か上のチェストにバケツを置いといたな。よいしょ。よし、バケツあったぞ。よし、溶岩くもう。よし。ゾンビの声だ。わあ、ゾンビ来たー。
しんけんけん。やったー、クマ倒したぞ。うわー、ゾンビー。わはい、ということで今回はレゴマインクラフトザ・ケイブでした。